やかさによってその刺激は和らげられ優しくじわじわと体を温めてくれる。そしてトッピングも細かな仕事のオンパレードだ。薄切りのレンコンとごぼうはカリッと色よく揚げ、人参とカブラは炭火で軽く焦げ目がつくまで焼き上げて、素材の甘みを引き出すように岩塩で味付け、フランス料理の付け合わせのように一つ一つの材料に適した調理で味に奥行きを作っている。そして極めつけがこのテンペだ。テンペ、インドネシア発祥の大豆を原料とする発酵食品。大豆をハイビスカスやバナナの葉に生息するテンペ菌で発酵させるんだ。現地では400年以上前から親しまれている伝統食だよ。あっさりしているのにすごいボリューム感、チャーシューみたい。食感が肉に似てるからベジタリアンやマクロビアン、肉や乳製品を取らない人も好んで食べるものなんだ。今回は醤油と酒で香ばしく照り焼きにしてみた。もしかしてこれは精進だし。その通り。